須山市とは平安時代から鎌倉時代にかけて備中国に割拠していた武士団の一つ。国人として次第に成長し、室町幕府では奉公衆として名を連ねている。岡山県笠岡市の金保地区には須山市が本拠地として築いた城山が吉田川川口近くにある。須山市警府によると官務兵士流。 貞ダの六代の光栄と称した森高は、源義家の長男、義地が、九州で起こした略奪、管理の殺害に際して追悼しとして発行し、義地を捕らえて、沖に流すことに功を立てたとされる。しかし義地は、沖を脱出して、出雲国に渡り、略奪、管理の殺害、諸女を落とすなどの乱暴牢関を働いた。 これに対し朝廷は、平正盛を追悼しとすると、森高はその先方となって、出雲国に発行した。天人元年2月、正盛は吉地下を討ち、京に外旋した。そして成功は、その恩賞として、天人二年備中国を打軍魚糸戸口、西浜、高石海の三里及び三千貫を恩賞として、賜った。成功は、 津山泉守を称したことから、備中津山市の祖とされる。また、静止家系辞書では、笠岡浦の豪族であったことから、古代、笠神の後裔家、とも記され、その一族は自称、樹衛の乱では、瀬尾兼康の武将として働いたという記録もある。備中国を本拠としたのは、成功の子、太鼓である。さて大事4年3月。 南海道に出現した海賊は、海上交通を妨げ、民家遅い乱行を働くと、大崎島に立てこもった。平野忠盛は院前を受けて、大公一族を先方として、大崎島に攻め寄せ、賊を退治している。この討伐の後に、大公は、廃城となっていた、西浜の古城を再興して、須山城と改めそこを本拠としたのである。 須山系府の一節には、要さ地くに、須浜尾城の外と堀によう、ゆるにより諸人こに、伏すや一と、天皇へ山劇しかも島山時まときゅひまた、須山とした支給船うりとある。須山城は、海浜の小山に立地しており、海上交通を強く意識したものであったようである。当時、須山城を囲むように、金浦湾は深く湾入しており、 この立地をもって、要害としたと思われる。また、対岸に相当する、湾内には、フナイン、ソデカイといった地名が残り、これらは、軍病の中屯地の可能性をも示唆している。ただ、笠岡諸島の大飛島に生じ、巣の本、小飛島に生じ、巣の浜があり、これを巣浜と見る説もある。大飛島の巣では、多数の水気、土器などが出土し、 それが検討船の回路祈願祭使用のものであることが明らかとなり、2003年に岡山県大飛島祭史遺跡出土品として国の重要文化財に指定されている。その子勝高は、平時の乱では小松茂森に従って源の義友の子義平と戦い、平氏の勝利を支えた。平の清盛は、その子に陣羽織を歌手したと伝わる。勝高の子。 高光も兵士に仕えた。いわゆる源平合戦では、野と守るの立根の寄り木として、八島の戦い、壇の浦の戦いなどで、源氏法を相手に奮戦した。しかし、従営四年、壇の浦合戦の最中に、源氏法、安田義園の矢に抜かれて打ち死にしたとされる。須山氏は、平家滅亡と共に、李さんの浮き目となり、この後百年ほどの同静は明らかではない。 なおこの源兵の戦乱での須山氏の活躍は、当地の初夏の祭礼、ひったか、おしぐらんごとして、現代に伝わっているとされる。これらは、兵士法の須山氏が、さぬきから襲来する、源氏法の兵船三十隻、兵二千余期を、かがり火を掲げて、兵船を繰り出し打ち破ったことが起源とされている。須山公民館の須山氏の足跡を参考にすると、 やがて、東三道国は、北条時折に仕え、その子、道光は、公安の役の恩賞で、王諸合意か三教を貸しされ、再び、西浜の城へ入ったとされる。この道高の母が、小宮山島の守る行進の娘で、彼の父東三道国と、小宮山一族との婚姻関係があった。道高の復帰以前に、 すでに母方の親族小宮山備中神が、織田軍内に城を構えていたようであり、道高の副領に尽力した可能性も示唆される。鎌倉末期の須山義高は、龍王山に、笠岡山城を築くと、それまでの塔山城から京移し本城としている。龍王山の登録の糸くじあたりに、館があったとされる。現行元年、義隆は、返上寺を吉田から、 現在の笠岡の地に移したと言われ、これは後に、吉祥院、甘祥院、南祥院、西、病院など多くの達中、松寺を要する門前町笠岡のようになっている。なお山陽道からさほど遠くない吉田地区には、赤土廃寺跡などの史跡も散在しており、考古学的には依然興味の尽きない場所でもある。吉高は、現行の変には、幕府方として、 五代醐天皇に退治した。太平記三の中では、五代醐天皇の籠もる笠木山への夜打ちに際して、と山藤光吉高、津山八郎吉次の兄弟そして、小宮山次郎ら一門、縁者が先陣を切り、功を挙げたとある。その後、五代醐天皇法が優勢となり、赤松のリ村らによって、六原が攻められると少子ら備中国の兵と共に経、 に馳のぼったが、すでに六原は陥落していた。六原丹大法上中白とは、大見で合流するも、万場において、合戦となり、現行三年中白と共に四百三十二人が、自陣して果てたとある。蓮華寺過去長には、備中勢とおぼしき、津山次郎、小宮山孫五郎、小宮山五郎、小宮山六郎次郎、小材門四郎、藤田六郎、 藤田七郎、金子十郎左衛門、真壁三郎ら、さらに、須山騎士と品を、同、神道五入道生通の名も伺われ、藤原姓、寄士も称している様子が伺われる。さてこの天末の後、天皇方となった須山氏は、五代醐天皇戦場山へ臨行の際には、戦時を報じて参上し、やがて上落を成し遂げた。ここに登場する、小坂。 川村は、浅口郡内の里であり、織田郡に隣接していることから少子の所有家、縁者であった可能性が高い。また、新壁は、幸井さんの近隣の地である。同様に成合は、三村氏の勢力圏であったことから、同族と類推される。那須氏は、那須与一で有名を轟かせた一族である。しかし、五代五天皇による剣務の申請は、数年で崩壊し、 南北朝時代の動乱を迎えるのである。山陽道地域は、九州から機内を目指す、諸勢力の拠点確保がなされるため、南北朝期にも多くの戦乱の場となっている。立中南部の諸勢力も、当然ながらこの動乱には、無関係であるとはいかず、その中で、須山市は、隣接する、少子と活動を共にすることが多かったようである。また、 以後幕府法であることは一貫しており、前後して、足利市の所流で、重臣細川市とのつながりを強めた可能性は高い、している。なお当初、ただ冬勢が備中を接見しており、須山市は、当初部への筆則を余儀なくされ、また少子も、私服の時期であったようである。前述の糸く寺に残る、老山古戦場記には、 先の須山義高の最後にまつわる別の現象が記されている。足利忠冬が京を目指して兵を挙げた際にこの地で迎え撃ったのが義高であったとしている。しかし、集荷的せず、義高は自決したとされ、最後の場所に須山神社を作り、礼を祀ったとしている。室町期の備中守護は、 細川頼之の手にすることになり、やがて頼之の末程、万氏を外する細川氏の一族が認じられ、大衆により、備中守護家と称されるようになった。須山氏は、鎌倉幕府滅亡により、存亡の危機に立つが、結果として、室町時代には、幕府の側近として、中央で活躍するのである。室町幕府では両氏、漁師、 方向集として活動したことが知られている。特に休日に竹、伊手集として、光明を挙げている。また文芸に秀で交友も広く、連合詩の葬儀や稲葉市の県裁が笠岡を訪れている。また、県文書家門を見ると、方向集5番として、須山市の家門、須浜に山文字が収録されている。なおこの時代の小田軍西南部には、須山、 高田、小宮山、渡辺、井上、小田、有岡、柱の名が伝承に登場している。応仁、文明の乱の影響が、全国に及んだ主語、細川勝久の時代、備中でも、国内を二分する平乱が起きた。この平乱の主役となったのは、慶長家内州であった、伊豆守章元助である。炎徳三年十月、章元助は、微五州、備前、 松田勢により木を頼むと、備中守護法の蔵に打ち入り、守護の老頭、悲観、504人を打ち取った。ここに、備中大合戦と呼ばれる戦乱が始まったのである。同円徳3年11月10日、新発備中大事将伊塚上を暇のこと12月2日、勝久新発、との記事がある。在京していた勝久は、翌年の明王元年に軍勢を引き連れて、 備中に入国し、備前の延兵を受け、小元助らと合戦に及び、これを打ち破った。遠徳4年4月6日の記載では、元助社長を没落。勝久は、元助らを、一旦は国外へ追い出したが、少子一門や彼らに組みする、者たちは侮りがたく、6月頃両者は講和したようで、ある。そして、勝久は、乱後の陳部に勤めていたようだが、 明王二年頃に死去したようである。勝久には実施による後継ぎ講師がなかったようで、後継に、阿波守護家から細川茂之の自死であるの勝ちを迎えていたが、これ勝ちは、長京二年の実景、正行の死去により阿波守護家の家徳を継ぎ、炎徳三年六月には、将軍、足利義材より一時を与えられて義春と称している。立中守護家の後継には、 細川春光盛が就任したようである。元助の子、小兵五助は、反動化主護と、結びや税拡大に重点を置いたようで、兵五助は政元悲観人領を、横領し、元助ら慶長や悲観とは、対立を深めたようである。明王三年、元助らはついに兵を起こし、戦乱が再開された。元助は、京め悲人と称し、岩見、秋、 巣王の国人の合力を取り付けると、いよいよ派遣争いの様相を帯びた戦乱に発展し、混乱は続いた。その元助は、文紀2年7月頃に死去したらしく、戦乱は、下火となったようで、英章8年頃までには、吉原のこの餅が、備中守護を兼ねる形で混乱は、収束に向かったようだが、翌英章9年に、これ餅は死去している。以後、 備中では、中世的権威は大いに衰え、有力国人勢力が台頭し、いわゆる戦国時代となるのである。幕府の権威が落ちるとともに、須山氏も没落し、その後歴史の表に名を連ねることはなくなった。遠徳2年、須山備中主帝での今は白県斎の連賀工業の記録が最後となる。上島の自称院の伝承によると、英章3年7月、 笠岡城山城主、須山行部高賀は、佐抜国細川光氏の将、村上光兼金の来航に会い、防戦あたわず自称院に落ち延びたという。伝承はさらに続き、上島から高橋川を伝って、最終的には、微袋、大当たりに京を構えたらしい。そして、村上氏を図るため高賀の子、小治は、母方の姓の田辺を名乗った。 ここで、田辺家の祖は、藤原氏の一族で、紀州田辺野で、熊野の別ッを不可思想に始まるとしている。田辺家は、江戸時代には、美袋で本陣を構えたらしい。さきの糸くじの、備中主、須山義孝高追福栄光550回紀港殿、笹具友社写名というものに、美袋、田辺安兵衛の名が見受けられる。なお現在、 笠岡城跡と呼ばれているものは、工事年間に、野島村上市の一族、村上高重が、海松宮に築城したものを言う。A69 年の初夏に、笠岡から北進した、村上高重勢戦記が、小田市一門なと萌木が原で衝突している。この後、慶長を4年に、毛利元康の笠岡領有まで、毛利ばっかで、村上市の居城となった。 元康は新たに築城を計画し、西の浜の漁師を魚なぎさえ移住させる。しかし、関ヶ原の戦いで、徳川家の所領となり、大館、小堀新介が入城した。玄奈二年池田備中守る長行きの居城となったが、玄奈五年松山城に移り、笠岡城は廃城となった。その後、 明治40年の見に行った埋め立てのため、峰が切り下げられてこうが消滅。古城山の南側斜面にわずかに石垣跡が残るのと、笠岡城の城門が古代来の城福寺の山門として移されたと言われている。ちなみに、貧乏国府家安栗坪星には、須山市の一族坪星氏がいたとされる。同地の菅森神社に天文六年定有氏もつき、 津山又次郎武志高とある古胸札が残されている。さらに、永六六年の最高胸札には、小早川、高影、坪正兵部進む藤原上皇とあって、小早川支配下の武将として、神社の再建に当たった人物がいたようである。坪正氏の系譜は不明であるが、当地の諸氏は、大内、天子といった勢力に翻弄されながら、最終的には、 毛利支配下に集約され、やがて江戸時代を迎えたのである。備中須山氏と同族で大内支配下で活動した須山氏がいる。鎌倉時代には幕府御家人としての活動が確認でき、室町時代には大内氏の下で様々な活動が見られるが、大内道富の反乱に際して、道富側についたために没落したようで、以後は活動が見られない。 ありがとうございます。